管理技術者とは、日本の建設業において、現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。建設業法の規定により、特定建設業者が、元受けとして、外注総額4000万円以上となる工事を、発注者から、直接受け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。元受けであっても同4000万円未満の現場、下受け工事などには、 主任技術者の配置で良い。なお、4000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6000万円となる。管理技術者というとき、おおよそ次の3つを指している。特定建設業者が、管理技術者を必要とする現場に配置できる技術者、管理技術者資格者証と管理技術者、 公衆終了証を所持している技術者実際ここの工事に管理技術者として配置されている技術者名を建築士法で定める工事管理者とは名称が類似するものの直接の関係はない。受験資格として学歴取得資格によって実務経験3から10年指導監督的実務経験が求められている。管理技術者資格者証を取得するには次のいずれかの資格が必要である。 個人住宅を除いて、受け置い金額3500万円以上の場合は、その現場に配置された管理技術者は専任常駐の義務があり、他の工事との兼任はできないとされていたが、2020年10月に緩和され、管理技術者補佐を専任させることで2つまで現場を兼任できるようになった。アルバイト、名義合資は建設業法で禁止されている。 管理技術者として現場に配置するときは管理技術者資格者証を所持した技術者のうち後期のどの期間から見ても前5年以内に受講済みを称した管理技術者講習終了証を所持したものを当てなければならない。配置された技術者は資格者証と講習終了証を携帯し発注者の求めに応じいつでも提示できるようにしなければならない。平成16年3月から 資格者証取得の要件から、公衆事項義務が切り離されたので、資格者証は前述の資格があれば取得できる。同年同月から、公衆実施機関は、指定制から民間解放され、登録制となった。従前公衆実施していた機関は、事後、資格者証の発行のみとなった。平成20年11月下旬から、公共発注工事のみ課せられていた5年内有効の、 公衆修了証所持、提示義務が民間工事においても経過措置なく拡大適用された。実施される公衆内容、実施期間は次の通り。建設工事に関する法律制度建設工事の施行計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理建設工事に関する最新の材料、資機材及び、 思考方法修了試験一般財団法人全国、建設研修センター一般財団法人建設業、振興基金結番結番一般社団、法人全国土木、思考管理技士会連合会結番株式、会社総合資格結番結番株式会社、日建学院結番公益社団法人日本、建築士会連合会。ありがとうございます。